ときもちセカンドです。今日はね、もしかしたら過去に自分でお取り寄せして買ったことあるやつかもしれないんですけど、これ韓国では人気のホドカジャって、あのくるみまんじゅうみたいな感じですね。カステラ生地みたいなのにあんことくるみがボコッと入ったやつなんですけど、それとプラス、チギンそぼろホドカジャっていう、チギンが揚げるって揚げですね、フライで、そぼろがなんか韓国でそぼろパンっていう、なんか周りがボコボコしたちょっとクッキー生地とかメロンパン生地みたいになってるやつのホドカジャ版です。ちょっとややこしいかもですけど、見せた方が早い。じゃん。ちなみにお店どこだ、センキューギフトセットになってる。違う、チョナンエンナルホドカジャ、こちらですね。はい、こちらを見てください。ここです。なんか宅配も可能だからネット注文できるやつじゃないかな。しかも店舗がいっぱいある。あ、ソウルじゃないんだ。チョナン市っていうところのやつで、こっちがね、でもちょっと結構すごいんだよ。あ、もちろんね、普通のホドカジャの方もあるんですけど、この2つですね。わーい、食べよう食べよう。開けます。うわ、でもめっちゃ美味しいやつやんこれ。はー、楽しみだった。昨日もらってきたの。じゃん。これほらほら、ホドカジャってこんな風に白い包みに1個ずつ包まれてるの、結構売ってるのあります。やば、これ。なんか出来たてのやつとか外がカリッとしてたりする。私好きなホドカジャの店あるんですけど、そことかはカリカリのやつ。これは柔らかいやつですね。ほら、ここにくるみがボコッと入ってるの見えるかな。ちょっと割ってみると、はい、こんな感じでこしあんが入ってます。いただきます。うん、うまい。うん、くるみが美味しいんだよ。うまっ、安定のホドカジャ。うわ、これチギンそぼろ行こうか。ほら、これ揚げた感じが良くないですか。割るよ、割ろうか。ほら、もうなんか揚げドーナツみたいになってる。中はね、あんこで。これ待って、これさ、くるみ入ってるっけ。うわ、てかちょっと今気づいたけど、これ見て、これ中がホドカジャ、このこっちのやつが丸ごとここに入ってる。で、周りをこのそぼろ生地っていうのをつけて揚げたんですね。そうなんだ。じゃあ中身はこれまんまなんだ。おー、おいしい。うん、めちゃくちゃおいしい。てかさ、あれでもこれそのままって言ったけど、さっきこれこしあんみたいな感じだけど、こっちしっかり粒あんだ。ちょっと違うのかな、やっぱ。うん、うん、くるみ入ってる。うん、めちゃくちゃ美味しい。これでも私完全にあのホドカジャ好きだけど、そぼろ、チギンそぼろホドカジャ、こっちの方が好きだわ。あのね、ホドカジャは自体普通のやつはやっぱりね、時間が経っちゃうとちょっと味は落ちる。まあ食べ物何でもそうですけど、こっちのね、チギンそぼろホドカジャは時間が経ってもなんか揚げてる感じがしっかりまだ残ってて美味しい。失礼。なんか時間が経ってでも食べて美味しいのはこっちかなって思う。でも出来たてで食べると個人的に好きなのはこっちなのかな。でも私ソウルに好きなホドカジャの店がいくつかあって、そういうところで食べるとやっぱりお持ち帰り用にできてる、その場で食べるようにできてるんじゃないからか、結構ね、時間が経ってもカリッとなって美味しいとこがあって、あの柔らかい歯が好きな方はこっちが絶対好きだと思うけど、カリッとした歯が好きな方はそういったね、そのカリッとするようなホドカジャの店を選ぶといいかもしれないです。あの全然違います。よかったね、こういったホドカジャもチェックしてみるといいと思います。もう韓国でお土産っていうとさ、ホドカジャが結構上位に上がってくるぐらいホドカジャは人気ですよね。ということで、なんだろう、今日は商品紹介だけになっちゃったな。ちょっとなんか喋ろうか。あ、待って、ちょっと今思い浮かんだことがあったわ。なんかね、もう全く韓国とか関係ない自分の個人的な出来事だけど、以前質問コーナーかなんかで話したかな、あのあつ森、動物の森スイッチでずっとやってるんですけど、それの日曜日に株のおばあさんっていうか、今女の子か、なんか前のバージョンの時はおばあさんの時に、今女の子娘になってるよね。引き継いだのかな、ね、そういう感じになってるのかな。なんか女の子が来るじゃないですか。で、あの子からまあ日曜日に株を買うんですけど、その買った株がね、前爆上がりで400なんだ410ベルかなんか、そんぐらい爆上がりしたんですよ。96ベルが410ベルになって、だからもうすごい得したよっていう話してたと思うんですね。で、私つい最近の出来事で、もうね、まさかの株はね、本当に良くないっていうのをね、あの教えるためにあのゲームはできてんだよ。あの今回もね、あつ森で株の女の子から、あの株の女の子っていうか、まあイノシシなんだけど、イノ
ノシシの女の子から株ね、今回はちょっと大量にお儲けしてやろうと思って、100万ベル分を買ったんですよ。まあ説明すると、月火水木金土の次の日曜の株の女の子が来るまでの間に売らなきゃいけないですよ。1週間経っちゃうとあの株全部腐っちゃうから売れなくなっちゃうの。なんとかでもまあ7日間あるしいけるかと思って、月曜日まず超低いね、なんか50ベルぐらいが出て、次の日火曜日も80か70かぐらいで、その次もまた同じような、なんかすっごい低い、あ、その時はね確か92ベルぐらいで買ったんですよ。ですっごい低い、もう92ベルより下のがずっと出てたから、まあでもちょっとでも93ベルでもいいよ、1ベルでも上がったらもう売っちゃおうと思って、今回はもう賭けだしと思って、100万ベル買ってるからこっちも必死ですよ。100万ベル買ってんだよ。で、案の定、最後の日、土曜日、40ベルですよ。半額以下になってんじゃん50万ベル損したよね。あつ森でさ、50万ベル集めるのって何回釣りしなきゃいけないの、もう本当に。何回虫捕まえなきゃいけないの、本当に。っていう話。まあ、ゲームだろって感じだから、まあ、ゲームなんですけど、もうダメだな、本当。絶対、次の1週間もあれば絶対上がる日はあるかって思ったらダメ。全部下回った金額が出る時もあるんだって、今回ちょっと身に染みて思った。失敗だった。おまけにさ、ちょっとこれゲームの、このあつ森の罠かなって思ったけど、今までで一番高い金額を買った時に限ってそれですよ。どう思います？100万ベル買っていつもはこんなに買わないんですよ。ただなんか今回ちょっと自信があって買ったらこうなった。だからさ、高い金額いっぱい買うとこう低いのしか出ないっていうシステムになってんのかなってちょっと疑っちゃったよ、私は。っていうお話ね全くどうでもいいお話だけど、もう現実じゃなくていいからもういいけど、でもさ、現実だったらさ、株とか買ったり投資とかすると別に期限決まってないじゃないですか。1週間で全部売らなきゃいけないとか、そういうさ、タイムリミットがないからさ、なんとかなるけど、このタイムリミットなしでしょ。1週間やめてよって感じまあでもそうなってくるとさ、ずっと期間なしだったらね、410ベルとかが稀に出る時をずっと待つっていう方法になっちゃうから、そうですよね、やっぱね、うん、期間は決まってるもんかと思って、っていうしょうもないお話でしたなんかホドカジャメインですけどはい、以上、ホドカジャと、ティギンソボロホドカジャでした。